皆様こんにちは。上川しめし侍ブレイズ球団代表の菅原でございます。私今日は実は都内の方に来ておりまして、これからブレイズの新入団選手の発表をさせていただきたい、そういうふうに思っております。皆様どうか短い時間ではございますけれども、最後までお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。まず新戦力のですね、ご紹介の前に、今回この獲得に至った経緯ですねを説明させていただきたいと思います。今回ブレイズの中村 GM よりですね、3つのオーダーが私にありました。まず新戦力の方の守備位置、これは外野手でお願いしたい、外野手の方をお願いした、これ1つ目のオーダーになりました。そして2つ目に守備力、鉄壁の守備力を持つ選手を獲得していただきたい、特に終盤戦守備固めで使えるようなそんな選手を獲得してほしいというオーダーがありました。そして3つ目、就労の観点からもフロンティアリーグとしてはしっかりこのリーグを発信していく、そしてまたそのスポンサー様たちにしっかり営業していく、この営業力のある選手を獲得していく、この3つ、外野手、そして守備力のある選手、そして営業力のある、この3つの要素を兼ね備えた選手を獲得してほしいというオーダーがありました。私どもしてもこの新戦力獲得するためにスカウトを活動を行ってまいりました。その中で今回まさしくこのオーダー、3つのオーダーにぴったりの選手を獲得することができました。その選手を今日はご紹介させていただきたいというふうに思います。その前に一旦 CM の方を。この番組はメイクメニーグッドフォーユー株式会社糸井グループホールディングスの提供により放送しております。それでは早速新戦力の方にご登場いただきます。どうぞ。失礼します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。どうぞ。失礼します。はい、皆様、ご存知の GG 佐藤選手でございます。お願いします。はい。それでは、佐藤選手。はい。自己紹介の方、どうぞお願いいたします。はい、この度、上川士別侍ブレイズに入団することになりました。筋肉と情熱のコラボレーション、GG 佐藤です。よろしくお願いします。お願いします。今回、守備要員のオファーというところで、大変嬉しく思っております。また僕自身、非常にワクワクしております。一生懸命やります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは今日、たくさんのお集まりのメディアの方に、せっかくの機会ですので、ご質問など頂戴できればと思います。質問のある方はいらっしゃいますか。はい、よろしいでしょうか。はい、どうぞ。GG 佐藤選手にご質問です。球団代表がオファーを受けた時の、そう、率直な気持ち、お考えっていうところをお聞かせいただけますでしょうか。はい、まあ、球団代表からですね、熱烈なラブコールをもらいまして、とても嬉しい気持ちになりました。そしてやるからにはチームスローガンでもある圧倒というところを目指してですね、野球ではもちろん、エンターテインメント性、地域貢献、社会貢献、すべての面において、他の地域、他のチームを圧倒して、そしてその先に日本一、世界一を目指して頑張っていきたいと思っております。僕自身も熱い気持ち、強い思い、熱い気持ちを持って頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、他にいらっしゃる方、ね、いらっしゃるんですか。代表らどんなことでも真剣にやりましょう。はい、はい、相当あの韓国料理のあのほのかな熱い香りが僕も気持ちいいですね。はい、今日ニンニク食べてみて。ニンニク相当入ってますね。はい、続いてあの質問させていただきます。よろしいですか。はい、球団からは外野手としての守備力、まあ、そしてこう営業というところが期待されているかなというふうに思います。それについては、どういうふうにお考えでしょうか。今までですね、僕の守備力、また肩の強さを評価してくれる人は一人もいなかった。
ちょっと待って。球団からは外野手としての守備力、そして栄誉力というところを大評価されているかというふうに思います。それについては、いかがお考えでしょうか。はい。私の守備力、そして肩の強さを評価してくれる人は今まで一人もいなかった。2007年、ノーエラーですよ、僕、シーズン。捕殺王、ストロングアーム賞も取ってます。そこにスポットを当ててくれた人は誰もいなかった。ただ、球団代表だけは僕の守備力を信じてくれて、オファーをくれました。その思いに何が何でも応えたいという思いが強いです。また個人的にも憧れを超えられなかった侍、落ち武者 GG 佐藤としては、この士別侍ブレイズで真の侍になりたいと思っております。ありがとうございます。もう一個いった？はい、お願いします。またこの北海道独立リーグというのは HFL ですかね。はい、ワンテリング。やっぱりこう仕事をしながら、地元で仕事をしながら野球を続ける。地元の企業にも地域にも貢献しながら野球を続けて夢を叶えていくと。このコンセプトに私は共感をしまして、今回代表に一個だけお願いをしました。それは芸能選手と同じように GG 佐藤も地元の企業で働かせてほしいと。働かせてもらいながら試合に出たいというオファーをしましたので、お願いをしましたので、それもぜひ叶えてもいただけると。はい。大丈夫ですか？大丈夫です。それもやっていきますので、このフロンティアリーグを、北海道フロンティアリーグを盛り上げていきたいなと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。それではですね、最後の質問になれるんですけども、ファンの皆様、北海道、そして士別のファンの皆様に、一言お願いいたします。はい。近いな。この度 GG 佐藤、上川士別サムライブレイズに入団をしました。当日8月26、27、皆様を夢の国、ファンタジーの世界へ必ずお連れします。球場にぜひ遊びに来てください。応援してください。GG 佐藤がフライを取る瞬間をぜひ見逃さないでください。そしてみんなでキモディの叫びましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。代表、ありがとうございます。一個だけいいですか？はい。僕、今更守備位置につくと思っていなかったので、グローブ持ってないんです。なので、これから今すぐ、ちょっと、取れるグローブを買いに行きます。そうですか、はい。アマゾンかメルカリかわかりませんが、とにかく買ってきますんで、安心して待っててください。わかりました。必ず取りますんで。調達。調達。いや、持ってない。今更守ると思ってない。はい、思ってない。すべて封印したんで、グローブは。はい。今更ね、この機会来ると思ってなかったので。いや、私としては2007年のノーエラー、やはりあの曲がやっぱり相当僕の中に刺さってるんですね、うん、下の強肩ですよ、補殺王、やはりあの守備力は必ずこの北海道のリーグでこれぞプロだということをですね証明してくれるんじゃないかというふうに思います。本当相手チームにはぜひ高々とフライを打ち上げてほしいと思います。はい、今回その中村監督ですかね、はい、オファーがあったじゃないですか、今日球団入団会議にあった日、はい、中村さん監督 OK 出されてるんですか、大丈夫ですか、この V を見て初めて知る、V で知るんですか、監督は、はい、今回獲得はもう球団代表の独断で、僕の独断というか、監督からいただいたオーダーがありましたので、はい、もうそれにぴったりの選手を獲得できましたという報告だけは今日は昨日来る前ですね、してまいりました。じゃあ実名はまだ言ってないと、ま、これが実際にYouTube チャンネルで放送されるその日に初めて監督を知るので、その時の表情もちょっと変えされました、はい、うん、監督が知らないというのは若干不安ですね。不安ですよね。こいつ大丈夫かってなりませんか。いや、大丈夫です。大丈夫です。はい、監督も必ず喜んで、ちょっと先ほど仕事の就労の話もあったんですけど、はい、それは佐藤さんからぜひ北海道フロンティアリーグを生で感じたいと思って、うん、働き場所を探してくれという、僕水面下でいろいろ探してたんですけど、熱烈なオファーありました、殺到したんです、ぜひぜひと。いいですね、
これはぜひですね、佐藤さんと8月26、27の試合前に北海道に入ってきますので、そこで実際にその就労をしていただきますので、こちらもぜひお楽しみにしていただきたいなと思います。どんな仕事がしたいとかありますか？まあ、サービス、人との関わりが好きなので、まあ、サービス業もいいかなと思いますし、今の会社がまあ測量系、建築土木系なんで、そちら方面でもいけるかなと思ってます。何でもやります。はい、酪農とかね、そういう農業的なものにも結構興味があるので、はい、体験はしてみたいなと思ってますね。それではぜひ、まあ、網羅する形で、選手と一緒に働いてもらうのはいいかもしれない。シベスの企業全部行きましょうか。全部行きましょう。全部行きましょう。全部行きますということで。行きます。はい、ぜひ、スポンサー営業も合わせてまいりますので、よろしくお願いします。グッズは出る、グッズは、グッズ系はどう？グッズはですね、はい、ユニフォーム、はい、こちらを、GG 佐藤選手も作ってます。あ、来た。はい。こちらを、今回の発表と同時にリリースをしたい。そうですね。この動画に、まあ、記念 T シャツかなとか、作りたいなと思います。バカです。15枚ぐらいに、GG マニアが15人ぐらいに、今日入団会見では帽子とかないんですか？そういう、まあ、全部忘れて、契約書とあとテロップとですね、帽子を持ってこうと思うんです。帽子も全て忘れてきました。全部忘れてきてますね。なんとか合成で。合成に行った。そんな会見ありますね、本当にちょっとバタバタしてまして。はい、なんとか、でもまあ、期間がまだ、他で来るまであるんですよ。はい。ユニフォームで取れれば。僕は今日帽子かぶってユニフォーム着るのに、イメージしてましたけど、入団会見といえば。いや、はい。入団会見そういうもんだ。そういうもんですよね。なんなら、契約書もさっき、佐藤さんに印刷してもらった。代表忘れてきてますから、契約書。僕のメールアドレスで一回送ってから、僕がプリントアウトしてますからね。大丈夫だよ。いや、すいません。代表、まあまあエラー多いですね。僕エラー多いですね。エラー多いですね。結構落球してますね。取れそうなんだけど、取れない。でもやっぱ、フォークは相当落としますね。うん、落としますね。フォークは。話を落として。はい、今回。いただいた通りですね、ジジイ佐藤選手に上川標津サムライブレイズに入団していただくことになりました。北海道フロンティアリーグ、まだまだ認知度も低いです。しかし選手、それからスタッフ、皆北海道の地域にしっかりメリットしていくと、そういう覚悟で一生懸命毎日努力をしてくれています。その一助に佐藤選手になってくれると思いますので、僕はそこに期待をしております。ぜひ8月の26、27日は別不動球場に足を運んでいただきまして、藤井佐藤選手の勇姿をその目で実践ご覧いただき、気になってくれればなというふうに思います。本日は誠に佐藤選手ありがとうございました。ありがとう。そして、フロンティアリーグのファンの皆様、そして藤井サムライブレイズのファンの皆様、楽しみにお待ちしていただければと思います。本日は誠にありがとうございました。